高仙院は、京都府京都市左京区大原勝利人町にある、天台宗の寺院。三号は御山。本尊を、阿弥陀如来とし、未公院と共に、大原寺勝林院の僧帽の一つである。天台宗の三門石寺院の一つである三千院の三道屋にある。大原寺勝林院の僧帽の一つとして創建される。生命目録を表すなど、生命の大屋として知られる。 総会法院によって家庭年間に創建され、当初は両性坊と呼ばれていた。両性坊は文章年中まで記録に残るが以降は断絶したとされる。両院総坊歴代記によれば、法選坊としての回帰は幸いぶちである。幸い縁の名が記録に出るのは元気2年9月の五土御門院三回期の御千坊校の記録からであり、これは 書院の再建年代として伝わる年代と合致する。このため、幸い園が両性防旧席に棒を再興したのは、元気年間諸島であると考えられる。正徳6年5月に、高戦院と改められ現在に至る。書院は、分岐2年の再建。廊下は、慶長5年、伏見城で自陣した徳川家康の家臣、鳥居元ただらを供養するためいたまう天井に使用した。 結天井と呼ばれる。この結天井は、関ヶ原の戦いの前哨戦となった伏見城の戦いの際に、徳川氏家臣、鳥居元忠以下数百名が自陣した伏見城の床板であり、その霊を供養するため天井板としているものである。客殿の蝶寿鉢に作られた水金窟はサヌカイトを使用しており、二連式の珍しい構造を持つ、立の名があり、 密教の教理を音色で伝えるものとされる。万寛園、鶴亀庭園、宝楽園という三つの庭園を有する。万寛園は、立ち去りがたいという意味を持ち、書院の柱や鴨居を額に見立てて鑑賞することから、額縁庭園というのでも親しまれている。樹齢約700年の五葉の松は、庭園の南側に生息する。樹高は11メートル、枝張りは、 南北11.5メートル、東西14メートルで、樹幹はほぼ線形である。根回りは425センチメートルで、地表部と高さ1メートルほどの部分で、幹が分かれる。3本の幹のうち、中央が最も大きく、樹幹の大部分を占める。樹勢も旺盛であり、五葉松の大木として、貴重なものであることから、宝泉院の五葉松は、 平成3年4月、京都市の天然記念物に登録される。御用松は三上山をかたどったとされている。高浜巨子はこの松を大原や無重の寺の御用の松と呼んだ。廃館客は晩会園、御用の松の見える座敷に通され、境内入り口で渡されたお抹茶券と交換に、一服の抹茶と茶菓子を供される。玄関の左側には、 江戸時代中期に作られた鶴亀庭園があり、池と宝来山をかたどった亀石が配置されている。鶴亀庭園には樹齢300年の皿ジュが植わっている。2005年3月には枯山水庭園の宝楽園が完成した。庭園作家の園屋が造園し、山形県や長野県などから約300トンの石を運んでいる。少林院千年期実行委員会。 少林院、海装千年期千年恐竜少林院千年期、実行委員会、2013年、ピアニッシモ、18から19、ABC 天台宗乗編纂所書、続天台宗全書法議事、春章社昭和京都名所図へ少林院千年期、実行委員会、少林院、海装千年期千年恐竜少林院千年院期、実行委員会、2013年、 ピアニッシモ、18から19、ABCD 少林院千年期実行委員会、少林院、海藻千年期千年恐竜少林院千年期、実行委員会、2013年、ピアニッシモ、18から19五葉の松宝委員、公式サイト、宝委員、宝楽園完成会感じる枯山水毎日新聞、2005年3月15日宝泉院、ドットネット、 ありがとうございます。